十が、関は、安住野を流れる、考え用に作られた、用水路である。正式名称は、十河村、組合関。この関は、奈良井川から取水し、安佐川を横断し、さらに大屈曲しながら、カラス川に至る、約 15km の用水路で、安住野における最も大規模な用水路である。疎水百選にも選ばれている。安野は、地であるため地下に、 水が染み込んでしまうとし水地域である。そのため古くから農業用水に恵まれず、柏原村、吉野村の庄屋などが重月石の改作を計画したものである。2016年、国際灌溉排水委員会の灌溉施設遺産に登録された。江戸時代の品濃国安住郡聖昌蘇生町村、聖昌日田町村、長尾組上堀金村、下堀金村、 穂高組、吉野村、柏原村、矢原村、穂高村、穂高町村、轟町,町村の10下村を考えする、組合関である。後に、長尾組、中堀に田った村も加入し、11河村となる。王朝組を除く安住軍前域から、工事人足が動員された。穂高本郷、柏原全域、上堀、下堀1849年に、松本から、 柏村まで銃が席の通船が開通。選手は柏村の利兵、踊り木孫衛門の二人であった。米国や酒を松本まで運び、帰りには日用品などを船籍にした。銃が席に関する記念碑は二つある。一つは国道147号と交差する地点。もう一つは松本市東内犬海神殿の地である。南安住郡市。 穂高調子歴史編上、民族編穂高調子観光会、1991年、P320P321、ありがとうございます。